リリーマートは、アメリカ合衆国において、南北戦争直後のレコンストラクション時代に、南部で形成された民主党系の政治的提携である。民主党の中でも、保守的で企業寄りの派閥である、ブルボン民主党の南部における一派であり、共和党急進派のもとに集結した、解放民やカーペットバッバー、スキャラワグ等の連行を打ち負かすことを目指した。 トマス・ナストによる1877年の政治風刺漫画。新たに参政権を与えられたアフリカ系アメリカ人に民主党が訴えようとしている様子を描いている。食材と呼ばれる過程である1868年から1877年の妥協までの間、リリー・マーはスキャラワグを攻撃することで州や地方政府の多くを取り戻していた。その計画は 不敗指針の共和制の原則を侵害していると考える求心的共和党のシステムに反対することに重点が置かれた。高い税率と大きな州の負債を非難した。リディーマーが権力を得ると、いずれも政府の支出を落とし、議会の会期を短縮し、政治家の給与を下げ、鉄道や会社への公的支援を削り、公的教育への援助も減らした。 妥協の後での黒人から選挙権を取り去る過程は、全身的であった。アフリカ系アメリカ人は1880年代に入っても、かなりの数の者が投票を続け、黒人の会員議員は、数が少なくなったものの1890年代まで、選ばれ続けた。レコンストラクションの後の時代に、会員議員を務めた最後の南部黒人である。 ジョージ・ヘンリー・ホワイトは1901年に引退し、会員は白人のみとなった。1890年代、リリーマート・ブルボン民主党は、農民の反乱という最大の試練を迎えた。この時、南部を支配していた彼らは、農民同盟、金銀副本位制の影響を及び新しく作られた人民党に脅かされた。その結果として、ウィリアム・ジェニングス・ブライアンは、ブルボンを破り、 全国の民主党を支配下に収めた。食材という言葉は、キリスト教神学から慎重に選ばれたものだった。歴史家のダニエル・ w ストウェルは、南部の白人が、その望む政治改革すなわちレコンストラクションの終わりを表現する言葉を当てたと結論付けている。この言葉は、多くの白人有権者を統一する力があり、南部社会からその罪を浄化し、 共和党の政治的指導者を排除する努力を奉願した。また、南北戦争前の状態に復帰するよりも、新しい南部社会の誕生を表してもいた。歴史家のゲインズ・ m フォスターは、奴隷制度の消滅によって引き起こされた態度の変化を、この言葉の表すものと結びつけることで、いかに南部がバイブルベルトと呼ばれるようになったかを説明している。南部白人は、奴隷制度に関わる、 連邦政府の干渉で、先入観から解放され、それを前例とすら言って、道徳を規範とする北部の国民的十字軍に、加わった。ある者からは、道徳の暴類と見られ、HL 面権がその言葉を言い出すずっと前に、プロテスタントの多い南部が、バイブルベルトという自己認識を獲得した。デコンストラクション直後の時代、大半の黒人や、 元奴隷制度廃止運動家は黒人に対する暴力や白人共和党員に対する脅しのためにレコンストラクションが黒人のための公民権闘争を滅ぼしたと考えた。フレデリック・ダグラスやレコンストラクションの会議員ジョン・アール・リンチは南部から連邦軍が引き上げることで1877年以後アフリカ系アメリカ人が選挙権や他の公民権を失う。 主要因となったと言った。世紀の変わり目までに、ダニング学派に率いられた白人の歴史家たちは、レコンストラクションがその政治的、財政的腐敗や、戦争の憎しみを癒せなかったこと、及び、グラント大統領の周りの人々のような利己的、北部政治家に支配されたことのために失敗だったと、見ていた。歴史家のクロード・ボワー,ーズは、彼の言う、 悲劇の時代でも最も悪いことは、アフリカ系アメリカ人の解放された人々に選挙権を拡張したことであり、失勢と腐敗に導いたと主張する政策だと言った。ダニング学派の歴史家は、解放された人々が、州の財産を渡し権力に留まることにのみ、興味のある腐敗した白人、カーペットバンカーに操作されていたので、責任はないと主張した。彼らは、 南部が腐敗の敵によって浄化されるべきことに同意した。要するに、レコンストラクションは、共和制の価値を貶め、急進的共和党員は、過激派であった。出来事のこのような解釈は、1900年から1960年代まで、歴史教科書の大半を支配した、ダニング学派のい家げであった。1930年代に始まり、シーバンウッドボードや、 ハワードケイビールのような歴史家は、レコンストラクションの食材主義者的解釈を攻撃し、自分たちは中正主義者と呼んで、本当の問題は経済であると主張した。北部の急進派は鉄道の道具であり、南部の共和党員はその命令を実行するように操作されていた。さらに、リディーマーも鉄道の道具であり彼ら自身腐敗していたと主張した。1935年、 w e b d ュ v o y は、マルクス主義的分析、ブラックレコンストラクション、黒人がアメリカの民主主義を立て直す、試みの中で演じた役割の歴史に関する随奏、1860年から1880年を出版した。この書籍では、レコンストラクション中にアフリカ系アメリカ人が果たした役割を強調した。1960年代までに、 ケネス・スタンプやエリック・フォーナーが指導する、シンドレ制度配資論の歴史家たちが解放された、人々の闘争を、舞台の中心に据えた。デコンストラクション時代の腐敗は認める一方で、ダニング学派はそれを過剰に強調しており、共和制原則の最悪の侵害、すなわち、アフリカ系アメリカ人の選挙権を含む、公民権の否定を無視していると主張した。ありがとうございます。